今回は、弾ける回です。マックス鈴木のゴール。マックス鈴木、ハンデを背負いながら勝利することができるのか。一般チャレンジャー、見事マックスに勝てるのか。皆さんどうもこんばんは、マックスです。はい、いやマックス鈴木というよりも今日はパーティーピーポーの一員でありたい。パリピ、そう、見てここドン、ハードメローカフェダッチャダッチャで合ってるかな多分。今ちょっと音聞こえるといるかな、あの証言さんが今ライブしてるんですよ。あのラッパーの証言さん、ラッパーの証言さんがライブしてるんですけど、その後にフードバトルやるんですよ。ほう、一般の方、うん、で全員で俺入れて9人です。1対8の、はい、でざっくり今の時、今の感じでしょ。でもお酒入ってるからさまあラフな感じで、ね、まあ、うまく説明入れてください。あ、今とりあえず俺証言さんで、うん、かなりめちゃめちゃ半端ねえバイブスもらったんで。いや、いいライブっすね。このバイブスを100倍にして返してやろうと思います。なのでちょっとまあクラブってことなんでお酒もちょっと飲んでるんですけど、これからもっと飛ぶと思うんでよろしくお願いします。okay. 今回は、うん、弾ける回でーす。スーパー飛んだレンズ、もういいでしょ、行くよ俺。オッケーオッケー、楽しみたいんだよ。はい、制限時間以内に先に食べきった人が勝利となります。制限時間は30分、また上位3名が決まった場合はそこで終了になります。完食ルールとしてはですね、食べて飲み込んだらごちそうさまって手を挙げてください。で、僕が口の中にあるかどうかを確認して入ってないってことになったらその場で終了ということになります。はい、でですね、今回ですね、1位、2位、3位の方にですね、なんと豪華な景品があります。はい、まず3位に入られた方は、イラストレーター、うな様でご提供のうなオリジナルグッズが与えられます。そして2位に入られた方には、主催福田様より、ご提供いただいたナイキエアフォースワンが届けるということで、それから1位になった人には、山本のフットケア様よりご提供いただいたナイキジャケットとなります。定価27,500円というものを与えられるということになっております。それでは、リサーチャプタースペシャルフードファイトを始めさせていただきます。ナムさんです、お願いします。マーカー、はい、はい、それでは、お待たせいたしました、日本ランキング第1位の最強フードファイター、マックス鈴木の登場。はい、さあ、本日どうでしょう。一般の方と戦う上で、はい、僕今最初に言ってきたんですけど、結構ピザって早食いに関しては水分が大事なんですよ。パンケーキ飲み込みしてないんで、なんでだけど一般の方と戦うプラス僕2枚で一般の方1枚だとさすがにつまんないんで、僕飲まないです。飲まない。僕ビールもらっていいですか。お、ビール、ビール5杯ぐらいもらっていいですか。せっかくクラブでやってくれるんで、はい、いや、それっぽいことやりたいなと。アルコールのためですか。やっぱりフードファイトで向いてないと思われる。激向いてないです。激向いてない。激向いてない。ビールは炭酸ですもん。はい、結構きついんですけど、でもそれぐらいやりたいなっていう気持ちになっちゃいました。そうですね、翔平さんのちょっとライブでちょっとバイブスでちょっとくらっちゃいました。すいません、じゃあ僕にもハイボールください。しかも翔平さんちょっとラストの曲ちょっと噛みましたよ。はい、ラストの曲ちょっと噛みましたよ。まあ、噛んだか噛んでないけど、ラストじゃない曲も噛んでます。早食い勝負となっております。ルール説明です。30分、直径約30センチって言ってました。48センチだったらしいです。48センチぐらいあります。ピザを、一般の方は1枚、鈴木さんは2枚というふうになります。完食ルールは私がジャッジさせていただきます。口の中からなくなった状態で、ごちそうさまでしたと言って手を挙げていただければなと思います。ちなみに鈴木さん、あの食べ方のコツなどありますか。早食いのポイントとしては、まず口の中に物を入れすぎない。こまめに食べて、小刻みに噛んで、で水分を多めに取るっていうのが、早食いのポイント。ほうほうほう。でもうちょっと言うと、噛むのも奥歯じゃなくてなるべく前歯で噛いた方がいいです。おお、あの奥歯で噛むと結構顎疲れちゃうんですけど、前歯でハムスターみたいに食べると あんまり疲れないんで、はいはいはい、これは結構ポイントかもしれない。ちょっと入れたらゴク、ちょっと入れたらゴクっていうのをこまめにやった方がいい。
あと最悪マジで詰まってやばいって時はマジで本当水ガンガン飲むなり変な話こうバッてなるなりしてください。じゃないと危ないんで。危ないんでね、はい、無理のなさらないなんでよろしくお願いします。お願いします。それではそろそろ始めていきたいと思いますが、見届ける皆さん準備はできてますか？ファイトする皆さん準備できてますか？さあそれでは始めていきましょう。マックス鈴木、ハンデを背負いながら勝利することができるのか、一般チャレンジャー見事マックスに勝てるのか。5、4、3、2、1スタート。さあ始まりました。さあ始まりましたよ。頑張れ。さあ皆さんぜひね、声援の方を送ってあげてください。頑張れとか、無理しないでとか、水水みたいなこと言ってね。さあそしてうまい棒でバズったペリー、まさかの福田さんに連れてこられた。福田さんがなくした人間が3人いますか。さあぜひ声援の方を送ってください。となっております。で皆さん水を飲みながら、無理をせず水分補給をしながらお願いいたします。いいですね。ぜひその皆さんの、さあ計38はもうストーンは深く満々です。勝ち進みております。おっとマーカーがすでに半分近く。さあ鈴木さん、鈴木さんを倒すことができるチャレンジャーは出てくるのか、またマックス鈴木はプライドを見せるのか。自ら自分を追い込み、自らビール5杯を頼んだマックス鈴木、全て食べきることができるのでしょうか。現在約5分が経過しました。スピードがある方はもちろんそうなんですが、僕も一度ですねフードファイト経験したことあるんですが、この5分から10分は本当に峠でございます。鈴木さんはまず1枚目のピザをそろそろ食べ終わろうとしております。さあマーカーは残り3ピースと、マーカーが3分の2ぐらいですね。30歳、まさかの僕と同い年、まさかの同級生、同級生が頑張っております。さあ鈴木さん1枚食べ終わりましたので2枚目に入ります。さあ折り返してんだ、頑張れ。一歩早いなと。今大体みんな3ピースから半分。おっと芋太郎さんもなかなかのスピードじゃないですか。芋太郎さん現在約半分、客観的に見ると鈴木さんと同じぐらいのペースですね。鈴木さんと同じぐらいのペースです。さあマーカーは
が出てるのではないでしょうか。さあ上の段はですね、まさかの鈴木さん以外坊主の集まりですが、こんだけ屈強な3人ですが、おっ、陸部が意外と待て、陸部もう残り3枚、陸部が残り3枚、陸部残り3枚だ、残り3枚、陸部が残り3枚ですよ、鈴木さん。さあ、ぜひ声援を送ってください。クーブは残り3枚、まさかのスピードだ。さあそろそろ10分が経過いたします。そろそろ10分、残り約20分でございます。中はほぼ同じスコア、いや、クーブ残り2枚差し掛かりましたね。残り2枚差し掛かりました。鈴木さんは2枚目の残り4ピース、マックス鈴木残り4ピース。なんで終わりますか。ほぼ同じスピードで進んでおりますね。ほぼ同じスピードで進んでおります。ダウンはもう苦悶の表情を浮かべておりますが、手を止めない。残り2枚です。なかなか自分との勝負。さあマックス鈴木は2ピース組で残り2ピースに突入しました。2枚目の2ピース、さあマーカーは少し手が止まっているのか。同級生頑張れ。さあ行くのはペースを落ちていない、リクムのペースを落ちていない。どれだけ、さあ鈴木さんは、まあ、約量でいうと残り1ピース、この勝負に勝った人はオリジナルグッズやエアフォースワンやナイキのジャケットをゲットすることができます。そのためにみんな胃の中にピザを残り約14分を超えました。に近づいている。さすが、しかしリクームもラスト1枚を取り付いている。さあ止まらない、やばい。さあリクームが勝つのか、マックス鈴木が意地を見せるのか。さあ今チャレンジャー大将が顎がきつい状態です。どちらだ。マーカーはものすごいスピードでしたが、2枚目で手がラスト2枚で手が止まっている。じゃあリクームが食べ進めてどこまで進められるか。さあマックス鈴木はほぼあと1口。さあマックス鈴木、口の中にピザを入れることができた。さあこのルールはですね、口の中からなくなったら手を挙げて、ごちそうさまでしたと言ってください。残り時間15分です。残り時間15分。さあリクームもあとちょっとだ。あとどこ、あと2口といったところ。さあ鈴木さん、残り15分、3位が決まるまでこの勝負は終わりません。さあ誰が出るのか。やはりマックス鈴木は強い、やはり強い。さあ陸も口の中に全てピザが入った模様でございます。入っております。さあマックス鈴木を苦しめた男、今日唯一苦しめた男です。最高の接戦を繰り広げる陸。はい、OK です。完食、リクーム。
これぶっちゃけ想像してたかける5倍ぐらい強い。うわ、本当にこれ1枚完食するだけでも相当すごいですよ。何ですか。まあ、翔平さん途中でおっしゃった通り、ね、顎がやばい。いや、大丈夫か、大丈夫か。いや、速さで食べれるのやばい。おい、さあ、サインは誰になるのか。サインは誰なのか。おお、マカさん、マカさん。たぶん今こちらとこちらとこちらとこちらがいい勝負してます。はいはいはい、はい。なんで耳の口耳めっちゃ直してダメだよ。耳めっちゃ直してこれ乗り切れたら多分テレビ東京の大見を出ます。ここを乗り越えたらぶっちゃけこの状況で完食者が一人でも現れたら、はい、その方は大食いに出れるぐらいのポテンシャルを持ってます。おお、それだけの精神力が強いと。結構ドタバ。おお、大ドタバです。 K38 に関してはもう何も考えたくない顔してますね。何も考えたくないって顔してます。多分ですけど、この止まってる絵面が普通なんですよ。はいはい、これが当たり前、当たり前、当たり前、これ当たり前。ただ東京劇で頑張るデビューはなぜ耳を残す、耳を残してるのになぜその頑張るはなぜ。半分ぐらいリードしますよね。そうです。ただ顎が止まってないのは里山ですね。おー、残り1分と40秒。さあどうぞ、さあどうぞ。ここ大事ですよ、ここ大事ですよ。ああ大事だ。さあ、ただデビューは一度この体感で一度たりとも顎を止めていない。耳を残している。誰よりも食べてるのに耳が残っている。なんで耳だけ残ってるの。どういうことなんだろう。ということで、表彰の方に入りたいと思います。はい、はい、最初に第3位のマーカー、マーカーから聖者が手に届いて、いや、すべてはうなちゃんのオリジナルグッズが表彰されます。どうぞ。セクシーな姉ちゃん出てきたな。セクシーな姉ちゃん、お気楽しよう。それから2位、リグルー。さあ、マジで早かったっす。マジで早かった。やばかった、ほんとやばかった。自信あったの。それ大食いとか早食いは初めて、挑戦するの初めてだ。あのスピードですよ。来年あたりちょっとマジでテレビ東京の大食いをどうすか。いや、鈴木さんが言ったチビチビ食べるっていうのを一番実践してて、僕とタイムあんま変わんなかったですよ。ほぼほぼ変わんなかったですね。びっくりしました。いや、すごい。それではエアフォースワンの贈呈でございます。えい、わー、おめでとうございます。おまあ、これ1位というか貫禄を見せていただいたってことでしょうかね。みんなを楽しませていただいたご褒美ってことにしましょう。ボックス鈴木、すいません、一言言いたいんですけど、はい、大人げなく全力出しました。すいません。ありがとうございます。あれ結構マジです。はい、だって俺鈴木さんに余裕そうだったから、最初俺話何回か振ろうと思ったら、鈴木さんも完全に今声かけないで顔を今は俺に声かけないで顔みたいな。ということで、はい、おめでとうっていうのも変ですが、さすがでした。大きな拍手、ありがとうございます。最強のジャケットのプレゼントでございます。ありがとうございます。マジっすか、ありがとうございます。それは大きな拍手。せっかくなんでね、1位
3位の方ステージに上がってもらって、なんかお写真とかいいですか。皆さんもぜひ3、2、1どうぞどうぞ。ね、本当にでもただ早食いは本当ね危険な競技なのでね、水谷さんいろいろ準備してから、はい、良い子は真似してください。良い子は真似してください。さあそれではですね、本日のイベントはまだまだ終わっておりません。皆さんお腹いっぱいかと思いますが、私は飲み足りない状態でございます。ここからは飲んだり飛んだり跳ねたりって感じで、そうしましょう。今日僕いつまで行くんだよ。今日いつまで行くと行きます、行きます、はい、部屋の番号は何番ですか。はい、部屋の番号は何番ですか。806。はい、806です。言わすなルートイン言わすな。あとで行きますね。待ってる。